偶前長す駅は、大分県武蔵大和長す技小黒にある、九州旅客鉄道日本本線の駅。島式ホーム1面2線を有する地上駅。1911年開業以来の駅本屋が残るが、無人駅となっている。IC カード守護課は、出入場のみ対応し、当駅でチャージや購入はできない。 1965年度には、乗車自民が216,711万人、降車自民が212,844万人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。しかし、乗車自民が1997年度の53,47万人から1998年度には42,302万人に、 校舎人員が5万757人から4万3197人となり、上校者ともに年間5万人を下回った。2015年度の乗車人員は2万9787人、校舎人員は2万9387人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、 年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値。駅周辺は1967年まで長洲町という独立した自治体であった。駅北側の県道中津高田線上に大港北部バスの長洲駅前停留所がある。ありがとうございます。